会いたい気持ちは昼の日だまりに不思議。止めていこう。いやー、外人もね、取りつつ調子よくね、ここで一気に縮めてるもんですけどね。とにかくスワローズに勝たんともう本当に話にならん。いけとにかくスワローズに勝たんともう話にならん。いけ。まあ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 、とりあえずね、一勝できたのはまあまあまあいいでしょう。あー、くそ、悔しいな。ただただ悔しいね。もうなんて言うんだろう、どうしようもないからね。資金が足りなくなる可能性があります、ね、関係ないね。もともと資金なんて足りてねえんだよ。よっしゃ、いけ、勝てよ中日。いけ。よし、接戦を制した。どういう試合だこれ。最後にボロクソ取られて、もう負けるってなったら、これ最後にどうにかしてひっくり返して。バカ試合よ、バカ試合だよ、バカ試合だな。いけ。ああ、そう、よっしゃ、いけ、いけよ、これで。おお、ナイス、これで3位にどうにか浮上しました。まあ、つっても同率で2チームぐらい並んでるんですけど。ああ。勝ちてえな。まあ、どうにかね、いいとこまで来てるんで、この調子で、このまま、どうにかこうにか、3位キープしたまま6月まで入れればね、まあ、2位がいいな。理想は。理想は2位がいい。1000万。なぜ勝てない松坂、どうした。ああ、まあギリ野口がかかってるか。いけ。いや、もうこれじゃ勝てんわ。8ゲーム差か。ちょっとどうしよう。まだ外人が足りねえか。でも松坂の時にマジで点が取れてないの、点取られまくってるっていうのがやっぱりちょっと、松坂野口で勝てると思ってるからな、こっちは。この序盤の松坂の不調というのが後半まで続くようだと、ちょっとマジで考えもんだな。よっしゃ、行ってもらおうか。絶対勝つぞ広島。えい、広島、カープカープカープ、よいっせい。やべえな、阪神やヤクルトが強すぎるな。カープカープカープ、広島カープ。もう勝てなすぎてカープの歌歌ってるよ。それいきカープ歌ってるよ。空をよげーっと。ああ、はい、ここで勝たなきゃ意味ないよ。ここで勝たなきゃなのよ。いやー、でも、ね、例年以上に打ててない感じがするな。グリーンバーグだけだなって。もこれです、大丈夫か。ゼフ長これです。まあここは行ってもらうしかないか。行ってもらおう、これです。いけ。いや、強いな。いけ、松坂よ、しっかり頑張ってくれよ。いけ。ああ、まあギリギリか。いやー、で、これで今、9ゲーム差ぐらい離されて、スワローズか。いや、ちょっと待ってくれよ。これじゃ日本一になれねえぜ。これで日本一になれると思わない方がいいぜ。どうしようかね。逆転の糸口は今のところ見えてないよね。やっぱり。困ったな。まあ、とりあえず進めていくか。阪神にも勝たなきゃいけない。よし、いいね。勝たなきゃいけないんだよ。頼むぞ、ナックルピー。ねえ、勝てんね。こうも勝てんとなると、もう原因は誰にあるのか解明したくなってくるけど、野口松坂がずっと無敗で勝ち続ければいいんだよな。もう野口松坂が
二人とも20勝ぐらいしてくれれば勝てるんですけどね。僕だったらね、掴んで投げてますけどね。これで中日も微妙に上だな。どうしないです、これで。もう一回。おーし、松坂勝った。じゃあもうちょい。おーし、オッケー。まだ周囲見えるな。まだギリギリ周囲狙えるな。まあ、つってもまだ5月だからね。全然狙えるんだよね。松坂野口がどれぐらい本気出してくるかな。さあさあさあ、後半が終わるということは、そろそろ新しい外人も取れるということ。取るか。あ、でもあれか、月末のあれがあんのか。年俸の、年俸じゃない、生産があんのか。加点買ってくれ。あー、全然加点。なんでだ、スワローズが強すぎんのか。これなんだ、これ全く点は取れんわ。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃなんじゃこりゃ、マジで。誰がいるんだ、スワローズ。1億7000万。うわー、ギリ新外人取れない。マジか。オーナー賞を上げすぎたな。オーナー賞さえ上げなければ。6月ということは、外人補強的にはもうあと1人2人か。4000万、もう金関係ねえな。これでいいわ。さあ、新外人はどうだ。難しいな。どうしたらいいんだろうな、これが。本当に。さあさあ、次だ。切り替えていこう。ジャイアンツ逆指名。はい、逆指名宣言。OK。入団 OK。2億7000万。くそー、うわぁ。二人取れるかな、来月。取れねえか、さすがに。とりあえず、現有戦力で、どうにか勝っていくしかないな。インフォメーション。はい、逆指名。よし、メイキャッチャーここにあり。さあ。とりあえずは、もう、高田なんかどうでもいいとして、どうやって周囲に行けるかな。外人カン・ユウ、まあとりあえずこれはどうでもいいや。はいはい、もうどうでもいいんですよ。どうでもいいんですよ、もう。もうどうでもいいんですよ。適当でいいんですよ、もう。適当でいいんですよ、もうもうどうしようもないんですよ、もう。あとは9ゲーム差を縮めるしかないんですよ。9ゲーム差を縮めて、どうにかリーグ首位取れて、そっからまた日本シリーズ戦わなきゃいけないっていう難しさね。勝てんのかいな、本当に。うん。思わずリポディ飲んじゃった。リポディ飲んじゃった。さあ、6月開始です。コルテ、頼むぞ。よし。コルテがいい働きしてんな。三浦、OK。もう1000万。よし、OK。3連勝。3000万出たのが痛いとは思えない。俺はこっからさらに首位を目指していかなきゃいけない。10ゲーム差離されてるけど。10ゲーム差って。もう6月で10ゲーム差って優勝ペースだよ。やっぱもうこうなると直接対決だね。もうやっぱ直接対決で行くしかないから。いやー、むずいね。こうなると本当に直接対決で勝つ以外勝てる方法がない。うわー、頼むぜおい、頼むぜおい、ほら頼むぜおいダメだろ俺、もうどうすりゃいいんだ俺。10ゲーム差離されてるぞ。中日3連敗痛いな。いやー、これを果たして勝てるようになるのか。インフォメーション、オールスターね。もういい、もういい、いい、誰もいないでしょ。阿部、
グリーンバーグ。グリーンバーグだけは毎回すごいな。もういいんだ、いいんだ。さて、どうしたもんかな。とりあえず9月ぐらいまでいかないと。直接対決でもあっという間に連勝し続けたらね、いけんだけどね。やっぱ上位に行くには上位チームに勝たないとっていう、分かりきったことが。アクシデント、誰だ誰だ、逮捕。困ったな。やっぱ上位に行くには上位のチームに勝つしかないっていうのがすごい分かりやすい。逮捕がいないとこんなにもおもろいのか。さあ、マジでスワローズ独走態勢入ってんな。まあかの長嶋茂雄は十何ゲーム差ついても優勝したからな。メイクミラクル、メイクドラマを、メイクドラマか。メイクミラクルは阪神だ。阪神じゃない、原監督だ。はいはい、スタメン交換しました。いいですよ。さあ、夏の始まり。ほら、もう誰も客来ねえじゃん。なんなんこれ。よし、勝ってる勝ってる。よし、勝ってる勝ってるけども、最下位ベイスターズなんだよな。さあ、どうにか今2位か。0ゲーム差で、ただ12ゲーム差離されてヤクルトに負けてるから、この12をどう縮めるかだな。とにかくスワローズが怪我人出てくればいいんだけど、もう4番からピッチャーから全員が一斉に怪我してくれたらな、勝てんだけどな。もうほんとそういうことでしか上に行ける気配がない。さあ、スタメン、ちなみにファースト今誰が入ってんだ。奥村健。ああ、倉本が5番打ってるな。世も末だな。グリーンバーグはなぜ出てないんだ。グリーンバーグを出さない理由はちょっと俺には分からんのだわ。なんでグリーンバーグを出さないんだろう。よっしゃ、いけ。よし、ナイス。さあ、グリーンバーグをとにかく出せ。なぜグリーンバーグを出さない。グリーンバーグなしでなぜ勝てると思っている。OK。さあ、コルテス頼むぞ。ああ、負けた。松坂なんてもう勝って当然の感覚で俺取ってるからね。ここを裏切るようなことがあってはなりませんよ。ゴー。よし、OK。どうにか単独2位になりました。さあ、ここからはあと10ゲーム差を詰めて詰めての、10ゲーム差詰まるかな。もうほんと直接対決だね、こうなってくると。直接戦ってなんぼ勝てるかみたいな話だもんな。直接戦ってなんぼ勝てるか。なぜグリーンバーグ外されてんだろうな。こんなにも頼れる男いないと思うんだけど。とりあえず笠岡がショートでこんだけ残してくれるのはありがたい。惜しかった。いやー、ここで勝たないとマジで多分勝てないんだよな。グリーンバーグチャンスに強いんだね。OK。おー、勝ってる。いや、でもゲーム差はだいぶ近づいてきたな。これもしかするとまだいけんじゃないか。いけ。ああ、そう、10ゲーム差。この10ゲーム差をどう縮めるかだな。もう直接対決で 2-1 で勝っていくしか方法がないな。あとはもう普段通り他のチームと戦って負け越すことないようにして、スワローズ相手には本当に 2-1 で勝っていけばどうにか勝てる。それ以外方法がないな。大砲復帰。よし。中軸はだいぶ安定してるからな。大丈夫なんだけど。いやー、どうしたもんかな。本当に。
高い方がな、間違ってなんか40本ぐらい打ってくれたらいいんだけどね。高い方、あ、戻ってるんだ、一回に。ちょっと入れ替えるか、中継ぎとか。あ、頑張ってるな、結構みんなが。あ、みんなが頑張ってる。消されると思って頑張ってる消されると思って頑張ってるな、みんな。やべえな、消されると思ってみんな頑張ってんだな。よし、オッケー。急にピッチャーが頑張りだしたな。やっぱみんなある程度自分のその自分の身の危険は感じるようになったんだな。なぜグリーンバーグがいないのか。交代か。大砲サードグリーンバーグ。大砲すげえな。大砲もしかしたらこれ本当に5番とかに置いときゃ結構打ってくれるんじゃないか。いや、笠岡も10本打ってんな、すげえな。ちょ、白岩発動。ちょ、高広でいいのかどうかって問題もあるしね。ちょっととりあえずグリーンバーグを、グリーンバーグ3番、笠岡1番。意外とこの打線が流線型になってくれたら、意外とこれがめちゃくちゃ機能したらまだあるぞ、可能性。とにかく1から6が打ち続けるっていう、これでどうにか。さあ、来月また新しいピッチャーが1人、そしてこれが最後か。1000万。ああ、マジか。やべ、中日に抜かれた。よし、ナイス、抜き返し。ああ、くそ、11ゲーム差。中日と並んで2位。去年の5位6位が一気に2位3位だからね。想像つかないだろうな。スワローズ直接対決で2-1か 3-0 で制していければまだ可能性はあるんだけど。そろそろ来んじゃねえか、スワローズ。来た。4000万。あ、2000万。野口は勝てそうだ。いけ、よし、オッケー。怖い。2000万。あ、長いは4000万いこう。よし、オッケー。いや、こういうことよ、こういうこと、こういうことよ。2-1でとにかく戦っていければゲーム差を縮めれる。で、今んとこ、今んとこ中日に抜かれてるけど、これ関係ないから、とにかくゲーム差を縮めていければまだうちにも逆転のチャンスは全然あるから。彼のことは気にすんな。来た来た。よく曲がるカーブ、度胸がありそう。ああ、契約するか。ピッチャーがもうパンパンだから誰かをクビにしますかって書いてあるな。外国人枠がオーバーしてんのかってなると、アニマルかってなるとアニマルになってくんな。アニマルか、もしかしてこれクビになるの。これクビなんだ、アニマルじゃねえか。うーん、アニマル、君に決めた。使い捨てはやめてひどい、ひどすぎるごめんな、アニマル、もう日本一になりてんだ俺。よし、イースト、ごめんな、アニマル。あー、やべ、どんどん、いや、とりあえず俺はこの、あの、中国人か韓国人かわかんないけど、かけてみるよ。アニマル、お前の意志は、脈々と続けていくんだ。ありがとう、アニマル。サンキュー、アニマル。ニン君。あー、失敗したか。いや、でも、5球者あるな。もしかすると、バカほど勝つかもしんない。5球種ってなかなか見たことないな。
し、4000万損。オッケー。よし。あ。はい、ということでね、まあ最終回だったわけなんですけども、さよなら。